時々沢の宮大好きで行くんですが、あの鳥居のとこで、鳥居じゃないわ、あのヤシのとこで立ってたらものすごい光景ですよ。もう僕は76年間生きてきて、これはなんやっていうぐらいすごい、あのゼロ磁場ですよ。そのパンフレットから、ゼロ磁場、先ほどあの大地の不思議について言いました。ゼロ磁場っていうのは、N 極、北極やね、 S 極、南極、こちらの力とこちらの力がぶつかる。だからものすごい力でぶつかる場所がゼロ磁場なんです。日本にたくさんありますが、伊勢神宮はほとんどゼロ磁場です。ものすごい力が折れてる。だからさっきちらっと言いましたが、ニンニク、伊勢神宮の近くで取れるニンニクってすごいね。これあ、これもうゼロ磁場っていうのは、あの具体的に言いますとね、地球というのはこういうふうにこう分かれてるでしょ。要するにこれが張ってあるわけですね。張ってあるって言えないかだけど、だからこっちの力がガッときこちらの力がガッときて、これが下へ潜ったりいろいろしますやん。それで地震が起きるというでしょう。日本という小さな島にこの4つのプレートが集まってきてるんです。だから地震があったりいろんなことが起きるわけですね。そこに爆弾を仕掛けるバカがおる。これがこの前のあの次に間もなく起きる、皆さん脅すことじゃない南海トラフです。もう始めたみたいですよ彼らが、うん、そう遠くない勝負はね、来年の3月ので、ね、だから、まあ、うまくいけば彼らは用しないと思いますけど、だから政府はこの前北海道の地震、あるいは台風21号、それで日本人に訓練したんです。気をつけろと。そういう意味ですよ。だからもうみんなね、人工地震とか人工気象の時代ですから、あもうめちゃくちゃな時代です。また伊勢神宮についてはいずれ細かしくお話しなくてはいけませんが、これがぐわーっと集まってきてるのね。でこれがずっと集まってきてゼロ磁場っていうのができるわけです。だから日本の場合はゼロ磁場は、九州の阿蘇から始まって、それから四国の、石槌山、それから有名な剣山で通って、で紀州を通って高野山、高野山から伊勢神宮行く、で海を通って豊川稲荷に行く、豊川稲荷から北上するわけですね。ほんで、諏訪湖に至る、ご存知でしょう、天竜川を登るわけね。ほんでそこから今度ずっと下がって富士山の近くから東京、東京は行かないけど東京の北の方の関東の北を通ってやがて茨城まで行く。その線があったからさっき311、三陸沖でドカーンと彼らは核兵器を使いました。だからもうアメリカと日本が占領、日本はそんなつもりなくて相手は戦争つもりでしたから、だから空母をいっぱい並べたわけです。あの地震の後皆さん覚えてると思いますが、空母の名前はレーガンでした。駆逐艦の中全部流れたんです。何のためだ、再占領です。日本をもう一度再占領するための311、死亡者は2200万と彼らは計算したんです。皆さん現実の世界そうですよ、2200万日本を殺す。で今度はあいつらそこのところで失敗してますから、なんで失敗したか言ったら、このゼラジバの流れがずっとあってエネルギーがここに溢れてますから、ちょうど、東北地方で彼らは人工地震を起こした時にそのエネルギーが南にダー下がっていたんです。そこでストップかけたのが鹿島神宮です。鹿という人の花が鹿島神宮でピャッと止まったね。日本はそうなってるんです。でそこで彼らは今度伊勢神宮に行く、伊勢神宮に行くって言ったら、みんな頭に来るわけですけども、もうお分かりのように南海トラフは伊勢神宮の目の前ですから、そこから人工地震をデーンと起こしてくれるね。まあ、政府は32万人の人が死ぬと言ってますが、政府が32万人が死ぬってこれもただならないことですよ。こんなことはそういうはっきり言ってるわけです。実際は150万は死にます。だから皆さんがどこに住んでいらっしゃるかということでやがて大きな問題になると思いますが、来年の3月までに一つの勝負の時が来る。なぜかという話はしません。一つの勝負が来る3月までと言われておるんです。まあ、そういうようなことでね、世界の人口、それからさっき言った食料、その他兵器、まあ、いろいろある、そういうのはずっといくと限界に来るんです世界は。だから生きるか死ぬかっていう状態になるね。でトランプがそれを考えてやってるんじゃない、
トランプはただ利用されているだけです。何も考えませんから。この前アメリカの国防長官マーティスを言ったね、知ってる？トランプのこと小学校5年生だと言ったんです。何も分かってないって。そういう人がアメリカ大統領ですからね。しかも11月の6日、アメリカで中間選挙があります。これでトランプが負けたらどうなるんだろうか、逆に勝ったらどうなるんだろうか。これ11月6日だからね、世界がものすごい。だから安倍総理なんかその辺ちゃんと、わきまえつつ賢く外交、外国との、交際をしておられます。まあ、だけどお互い同士食料の備蓄やとか、それから水飲むとかね、それやっぱり住む場所もちゃんと考えたらいい。この前東京で宇野クラブがありますが、その東京で宇野クラブの人に、あの皆さんやがて首都圏大地震が起きるというのは用意はできてますかって、ああセカンドハウス2番目の家をもう用意できましたか、言ったら一番前に座ってた僕と同じような年齢の人がはいって言われて、ほうどこですか、秩父ですって言ったね。そらね、埼玉県の秩父ってのはすごいじゃない、もう岩の塊でしょ。もうそこにちゃんと用意しております。そこに食料も全部入れてあります。だからこの前 NHK スペシャルで、臨時情報って言いましたね。この臨時情報は南海トラフのことについて、今海の中を全部調査してますが、来るなとかいう状態になった時にこう覚えておきなさい。2日ないし3日で実際に南海トラフ起きるんです。これはっきり言ってました、 NHK のスペシャルで。2日ないし3日の余裕ですと。だからなほなことあるもんか、バカなこと言うなという人もいっぱいおるでしょうけど、皆さんは逃げてください。2日ないし3日で、みんながまだ2日ないし3日ですから、車がわーって動いてない時代やから逃げれる。いざとなったらもうダメ、だから備えあれば憂いなしっていう言葉があるようにね、いろいろ準備して、いやもう私はもっと用意しておりますとか言う人おるか分かりませんけど、まあそういう時代です、はっきり言って。はい、そういうところへ伊勢神宮が来年5月1日をもって、新しい時代を迎えるって、これもうすごいことですよ。なんでや、天皇家こそユダヤなんですから、本当のユダヤ人です。本当にまだ詳しい話しなくていけませんが、ほらみんな知ってますよ。だから今度は今の平成天皇から新たな天皇に5月1日を期して変わりますが、だから伊勢神宮を偽ユダヤがイスラエルが叩けそうです。ほらもうすごいですよ。今僕のところ入ってくる情報はすごいです。だから僕先ほど言った伊勢神宮へ時々行くというのはそういうことなんです。その中心が伊沢の宮です。いっぺん行ってください。あそこの空気はもうすごいね。